どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、やっぱり、ウクレレにはぴったり合うサザンオールスターズいきます。やーやー、あの時を忘れない。あの名曲、このウクレレでガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみます。2バージョンやります。それでも最初のバージョンは初心者でもなるべく簡単にできるようにした超簡単バージョン。後半はいろんなリズムで、あのムードを高める感じの、ビートを聴かせた感じで、かっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも頭の中巡ってる曲、CD 聴いたりカラオケ歌ったりするのもいいんですけど、楽器を弾きながら歌う弾き語り。これがもう最高に楽しいんですよ。ぜひ皆さんにもこの気持ちよさを味わっていただきたいと思うんですけど、楽器難しそうだな、私音楽はね、やったことない、そういう方、ウクレレだったらすぐできますよ。ウクレレは本当にね、おすすめしたいです。なぜなら簡単だからです。めちゃ簡単。弦が4本しかないんで、すぐこの押さえるところも覚えられるしね。あとちっちゃいんで、今日はね、ちょっと大きめのコンサートウクレレっていうのを使用してますけど、もっとちっちゃいのもあります。で、手軽にできるんですよ。これぜひ始めていただきたい。でね、始めたらわかるんですけど、奥が深いんですよね。だからね、飽きずにずっとこう取り組めるね、ほんとパートナーになってくれますんで、ぜひ始めましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どん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 音楽が楽しめるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者リストはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐに、あれ私もう弾けてんじゃんってなりますからね。これが楽しいんですよ。YouTube ですからね。いつでもどこでもスマホでも見られるし、無料。これがポイントでございます。いい、気軽に始めましょう。じゃあリンクありますよ。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽がウクレレで超簡単に弾けるようにしたり、寸動画がすでに1000曲以上。すごいでしょ。1000曲以上もうアップロードされています。最新の J-POP、定番の J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソングとかもう何でもかんでもウクレレで簡単に弾こうってことでやってます。さっきのリンク先のところに行くと曲名検索、歌手名検索、あとジャンルボックスから探せるようになってるんで、お気に入りの曲どんどんやりましょう。音楽聴くのからやるに変える。やりましょう。じゃあサザンオールスターズの、やや、あの時を忘れないガズレレ流簡単バージョンの方からやってみます。懐かしい時、oh, 秋が恋を切なくすれば通り見ぬキャンプス涙のチャーベル、忘られぬ日々をとびきり素敵な恋などもしたと思う、帰らぬ思い出 Time's all by シュルシュが早くりしもう一度だけ会えたらプレジャーただプレプいつの日にかまたシュガシュガややプリシュ美しすぎるほどプレジャープレジャーただプレプ忘られぬ日々よ忘られぬ日々よ。せーの、じゃじゃん。サザンオールスターズのやや、あの時を忘れない。いいですね、やっぱりサザンオールスターズ。グッときます。はい。皆さんこれ、心地を、気持ちを込めてね、ゆったり。もう4つ弾きでこの曲十分だと思うんですけど、今のシンプル簡単バージョン、もちろん、ショートカットバージョンアレンジでいったんですけど、フルでやりたい方、
歌詞とコード。コードは一緒ですから歌詞2番とか貸して、足して、オリジナルの楽譜を書いてくださいね。で、テロップと一緒にできた方も、やっぱり自分で書いて自分だけで歌ってみてください。その時の参考になるようにガズのノートを見ていただきます。ガズアレンジではですね、いきなりもう歌から始まる、シンプルなやつにしましたんで、ぜひ取り組んでみてください。コードはね、初心者バージョンは簡単になってます。ちなみにいつものことですけど、この下にくるっと囲ってるところで出てくるのは、後半やるかっこいいバージョンで使うコードですんで、これはですね、結構シンプルですけど、ちょっと見て気づきました。今回この一マスがでかいですよ。ここで C、C、G7、G7、1、2、3、4って弾くって言葉がいっぱい詰まってるっていうか、テンポがゆっくりなんで、まあそういうイメージになるんですけど、そこだけ要注意ですね。今日ワンブロックが大きいですよ。言葉がこうザーッとこう流れてる感じ。はい、そこだけちょっと注意していただいて、メモってください。一時停止でね、ここ A メロ、1番、2番ってことですね。これソウルフルに歌いたいです。もう桑田佳祐さんのもうね、あのフィーリングがもう、やっぱりね、はい。あ、で、この辺とかも見てもらうと、これ4つ書いてあるから、かっこいいバージョンでここ4つコード弾いていきますということでございます。まあ、今のシンプルバージョンのこことかね、Dm、G7CC とか、Dm7 とか、こういう4つ出てくるんです。ゆっくりなんで曲がね、これもちょっとやってみましょう。はい。じゃあ一時停止ね。はい。ここがサビですからね、これがね。はい。ちょっとここは後で解説します。ちょっとサビね。で、またここ。ガズレレオリジナルアレンジで、B メロの2番からこうサビが終わったらまたこう続いてって、2番のサビやって、ここ、またサビ1へ戻る。サビ1へ戻ってきて、その、サビ1戻ってきて繰り返したところのこの最後のところで、ここでラスト繰り返し。忘られぬ日々を2回やって終わったというのがガズレレオリジナルアレンジだ。だからここにラスト繰り返しって書いてあります。ここのフレーズのところ。はい。これがガズレレ流アレンジでございます。でね、今日ちょっと場所なくなっちゃったんですけど、まずね、今日出てくる、今やったシンプル簡単バージョンのコードはこれです。C と Am と F と Dm、G7、Em7、A7 です。これね、1,2,3,4,5,6,7 個ですね、今日コードはね。これはいつも毎回出てくるこれです。はい。ガズレレ必須コードというものでございまして。このガズレレ必須コードっていうのはですね、皆さん、ウクレレで音楽を始めようと思った方が一番最初に覚えた方がいいと思われる、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で簡単で押さえやすいコードのグループのことをガズレレではこうやってガズレレ必須コードと命名しております。これね、10個ぐらいあるコードのグループなんですよ。10個もあるのかと思うでしょ。大丈夫。安心してください。一個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。指一本で押さえられるコードいっぱいあります。だけど、10個一遍に覚えようと思うとちょっとコツがいるんですよね。10個一遍に覚えようと思ったらいくら簡単で難しいでしょ。だけど、私が、そんな皆さんに、にとってめちゃくちゃわかりやすく頭にスッと入るように面白くコードを覚えられる動画を撮って、ここに貼っておきます。この動画でコードを覚えると楽ですよ。ガズレレ必須コードは10個。なあ、ここで楽しく覚えちゃいましょう。今日そこで出てくる7個なんで、入門コードでございます。はい。今のシンプル版、簡単バージョンでも十分、やりがいあると思います。ぜひ皆さんやってみてください。じゃあ、ここから、かっこいいバージョン、さらにかっこよくいきましょう。入っていきます、説明。コードが、おしゃれなコード、ちょっといくつか足していきます。みんなで見ていきましょう。まずね、このサビでね、出てくるコードなんですよ。シューが、いやいや、ここね、ここのコード。はい、ここに書きました。F、メジャー7ですね。これね、大文字の M はね、メジャーってことにしてます。こっちの D マイナーと A マイナー。小文字の M はマイナーっていうのがガズレレ表記ですけど、大文字の M はメジャーです。これね、ほら、ちょっとトイボフレット。解説します。さあ、F メジャー7を押さえる場所は、こことここですね。こことここ。こうやって押さえるのをおすすめしております。人差し指を浮かしておくのがポイントでございまして、例えばこの後ね、この曲だと F メジャー7から E マイナー7と思うんですけど、その時にここ5フレットまで結構距離があるでしょ、ここ。その時にこの人差し指が一歩先行けることで、こう、なんかイメージとして得するような気がするんで、これおすすめしておりますけど、もちろんこれでもいいですよ。もうどんな押さえ方でもいいですけど、とにかくこのこことここ2個 F メジャー7。おしゃれな響きです。なんとも言えない。これ使っていきます。はい。はい、じゃあ次。次はですね、これね、ちょこちょこ出てくるやつですね。G マイナー7です。これ。これ解説。これはです。押さえる場所。ここと、ここですよ。だから、ここ二つキュッとする。で、ここ、このぐらい反り上げてください。ギュッと反って、ビチッと引っ付けて、ちょいと。これですね。はい。これは、ね、いい響きで、これも。で、これもですね、こういう風に押さえても別にいいですからね。ここ、一個ずつね。とにかく、ここと、ここ押さえ。Gm7。はい。はい、次。もう一個出てくる。これね。これは、典型的な、初心者が難しいコードの、よく出てくるやつ、F マイナーですね。はい、押さえる場所いきます。ここと、ここと、ここ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 で、
こうやって押さえ、この押さえ方が教科書通りの押さえ方でございますが、ガズさんは ここの部分を親指でこう押さえちゃうというね、こういう風にやってます。どちらでも音が綺麗になってればね、いいと思いますよ。はい、はい、親指で押さえる場合は手首を上にグッと持ってくる。人差し指で押さえる場合は手首を下に持ってくる。この辺が使い分けでございます。はい。この3つのコードを追加して、かっこいいバージョンはやっていきます。はい。で、弾き方の解説ですけど、前半はドン、ガスペジオという弾き方でいこうと思います。こんな感じ。ちょっとアルペジオよりも迫力があるというガズレレのオリジナルの、まあ、分散和音ですね。この弾き方と、その後半の B メロからサビにかけては16ビートのチャです。ゆったりしたやつ。シュグシュグナイアフリリッシュ。16ビートのチャ、この2つの弾き方を使い分けて盛り上げてやってみようと思います。この2つの弾き方、ここでリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガスペジオと16ビートのチャ動画を見てやってみてください。ガスペジオの方は比較的なんかこうトレーニングするとすぐできると思うんですけど、この16ビートのチャの方はちょっと難しいです。でリズムのこのストロークっていう風に言うんですけど、まずこの基本は8ビートというリズムから始まって、8ビート8ビートのチャ、16ビートのチャという感じで階段を上るようにやっていきます。このチャというのはこれ打楽器の要素として使うわけで、今のはないバージョン、これが入るとこう打楽器みたいにドンタッとすっとタッ、これがかっこいいなということで、でそういうわけでございます。16ビートのチャというのはちょっと難しいんですけど、まずやってみたいと思った方は8ビートからだんだんやってみてください。さっきのリンク先のところに行くと8ビートから載ってますんでね。さあ、こういうのだん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 体に落とし込んでいくというイメージでやってみるといいと思います。あとはですね、さっきも言ったんですけど、このワンブロックにコードが4つ入ってくるとかいうパターンのところは結構出てきますんで、そこら辺のぐらいで特に大きい決めみたいなのはないんですけど、この曲はやっぱり本当バラードで、ラブバラードでしっとりとゆったりと、このハートをね、ハートフルに、こう届けよう、この感覚がある方がよりベターな、なんかこう盛り上がる、テンションが上がる感じに演奏できると思いますんで、まずこの心持ちをね、こうまず一回落ち着けて深呼吸してから、こうカッと入っていくようなイメージでやるのがいいかなと思うんですけど、やってみようと思います。サザンオールスターズのいやいやあの時を忘れないガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。時を忘れないガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あーいいです。もう何も言葉はいらない、歌があれば十分な感じの曲でございましてもね、やっぱりこのグッとこう
込められて、ここに込めて、ここを込めて込めて、そんなのがもう本当に実感できるいい曲だと思います。皆さんもぜひ歌ってみてください。さあ、ガズレレ最新情報、これではこれガズレシピ、ガズレレ初の、アプリです。皆さんアプリゲットしてください。もちろん、iPhone とか iPad、 あと Galaxy 携帯使えますからね。詳細はですね、私が昨日書いたブログに詳しく書いてありますね。まあ、ここ行って説明読んでから、そのぜひね、皆さんのスマホとかタブレットに入れてください。よろしくお願いします。さあ、2020年ガズレレイベントどんどん行きます。はい、こちら。まず、イベントからね、2月16日埼玉県川口、3月15日茨城県水戸市。これでやるんですけど、これ2月16日はですね、8ビートを特化したガズレレ、8ビートって今日の曲のテーマはこれですよ。この8ビートの関係のことを濃厚にやるガズレレイベントですので、8ビートのことちょっとね、いろいろ詳しく知りたいとか極めたい、今できてるけどもうちょっと上の8ビートをやりたいという方は川口に集まってます。全国からお待ちしております。これね、お一人様も大歓迎ですから。このガズレレイベント、ウクレレ持ってきてくださいよ。みんなで作り上げるイベントです。音楽の楽しさはがっつりこう皆さんに共有していくこうと思いますので、お待ちください。イベントのお問い合わせはこの島村楽器各店さんまでお願いいたします。あと、この今ね使ってるこのガズのわがままくですけど、事前予約販売、今現在売り切れました。ありがとうございます。ご注文いただいた方ちょっとお待ちくださいね。今もうベトナムでもじゃくんがやってますんで、もうちょっとしたらまた新たに予約注文受け付けられるように なると思いますので、そしたらまたアナウンスします。これ本当にいいんで皆さんよろしくお願いします。はい、ここまずガズレレ .com、 とにかくこの辺のことホームページに載ってます。トップページに大事なことはだって書いてある。ホームページ見てください。ここにホームページのリンクを貼っておきます。よろしくお願いします。あといつものことなんですけど、このリットミュージックから出てるこの2つの本が大ヒット中でございます。なんでヒットしているか、楽しくて、簡単で、面白いそんなことでございまして、まあご活用ください。これ本当にね、すぐ弾けます。100曲入り、黄色い方は100曲入り、緑の方は入門レッスン版みたいな感じですけど、ご活用ください。さあ、どんどん行きましょう。2020年もモリモリです。よろしくお願いします。さよなら。